こんにちは、ミルキーの庭です。実験開始から13日目、2月8日、3回目の動画になります。結論から言うと、2週間以内に10個全部発根しました。では残り3つの発根状態を確認していきたいと思います。レモンベリー×エボニータイプ2、これは一時じゅれったような気がしてガリガリ削って、また乾いた土に置いておいたものです。ガリガリ削ってから4日後の発根ということなので、やはりスムーズに発根していると思います。メキシコマリア×千代田の松、もう苗がコロコロ転がってますね。土の状態を見るとかなり乾いていて、水やりの時にムラがあったのだと思います。根は、白いものが少し見えてます。少しでもあれば植え付けて大丈夫だと思うので、これも今日植えたいと思います。メキシカンジャイアント×ハルビンゲリです。こちらも根が出てますね。割と上の方から出てる感じになってます。下の茎はカラカラで乾いた感じです。こちらの土の状態は先ほどよりも少し湿ってるのですが、指で触るとサラサラと揺れる感じで、このぐらいの湿り具合が多分発根にはちょうど良いのだと思います。おまけの子ですが、見てみると土が、周りについてくる感じで、ただ発根があるのかどうかわからないのですが、このまま水をあげた感じ、葉差しのような管理をした状態で置いておけばきっと発根すると思うので、楽観的にこのまま置いておきたいと思います。ここからはおなじみの作業なので早送りを交えてお届けします。今使ったのはオルトランデラックスです。次に使うのがスーパーロング413という肥料です。農協で大きな袋で扱っていて、私は使い切れないのでフリマで先ほどの袋で300円ぐらいで買ったと思います。温度によって効く日数が違うようなのですが、だいたい半年ぐらい持つような感じだと思います。肥料については賛否両論ありますが、私は小さい苗や大きくしたい苗に使ってます。大きく育ってしまって、これから紅葉を見たいなという時には肥料は使わない方がいいと思います。前回同様、黒ポットの土はまだ新しいので再利用していきます。メキシコマリア×千代田の松は少し葉差しを取りたいと思います。植え付ける時にカリカリになっている葉っぱは取りますが、少ししんなりしている程度の葉っぱですと残してます。この葉っぱの水分を使って根っこを出していくそうなので、根が出てカリカリになってから取れば良いということです。これで10個の苗に全て発根が確認でき、植え付けることができました。置き場所についてはまだ暖かい室内なので、葉差しのような管理の仕方で水やりをしていきたいと思います。よく言われるのは、乾いた時の鉢の重さを覚えておきましょうと言われます。これは鉢を持ってみて乾いたと感じて、その後3日後とか1週間後とかに水やりをすると良いそうです。このアバウトな水管理が多肉植物の面白いところです。
自分の好きな形や色を目指していろいろチャレンジしてみましょう。私もまだまだ初心者なのでチャレンジしていきます。次はメキシコマリア×千代田の松の葉差しです。私は割と横着なので適当に葉差しをしていきます。オルトランとマグアンプ系を入れて、あとはちょっと細かく水持ちの良い土を上に足してバラバラっとほぼ置いておくだけです。水やりについては3日ほど乾かしてからやりたいところですが、今日植え付けた発根した苗と一緒にあげてしまいたいと思います。前回の動画で葉差ししたものもすでに乾いてしまっているようなので、こちらにもお水をあげておきます。以上、ビニールポット深植えでスムーズに発根するか実験全3回を終わります。ご視聴ありがとうございました。